はい、今回はですね、このアリエクスプレスですかね、これのちょっと話をしてみたいと思うんですけど、まあちょっと画面に出してるように、このブラックフライデーセールというのが今行われてるんですね。セール終了が12月の4日、16時59分ということで、まあ、この間まで11月の11日から19までですかね、1111というので、なんかよく独身の日セールとか言われますけど、それが行われてて終わって、また数日後にまあ今度はブラックフライデーということで今行われてるんですけど、開始が11月の22日ですね。17時から日本時間、そして終了が12月の4日の、まあ、17時の手前までということで、まあ、今現在これ行われてる最中なんですね。で、まあ何かね、こう面白そうなラジオがないかなと思ってちょっと探してるんですけど、まあかといってね、ラジオたくさんあるので、もう10台20台どころじゃないと思うんですけど、まあ、安いポケットラジオから、新しいラジオ、昔のラジオね、まあ高性能なラジオ、まあ、1万円、まあ、もっと上のやつもありますけど、 S2000 とかもうちょっと高いですけどね、まあそういうのたくさんあるんで、まあ買うといっても、まあ、1000円、2000円ぐらいまでですかね。その必要に迫られてなければ困るというわけではないんで、まあ別になく、なければなくてもいいんですけど、なんかね、こういうセールあると、なんかちょっと面白いものないかなと思っていろいろ探しちゃいますよね。で、そうやってこうちょっと安いラジオを探してるんですよ。まあ1000円、2000円ぐらいまでですかね。まあ、安いのは500円前後であるんですけど、もう別にそれはもう買っても全く面白みがないというか、もうだいたいその絵を見ただけで、ああ、こんなもんでしょうというのでわかるようなものが多いんですけど、まあ今回はね、まあちょっとそのラジオそのものの話はまたちょっと別の動画にしますけど、まあそれを買うときに、うまいことやればかなり安く買えますよという話なんで、まあ、ラジオ以外の商品にも当てはめることができるんですけど、まあ、ちょっと探して見つけてたのがこれなんですね。まあ、これカートの中に、まあ、88もちょっと入れすぎなんですけど、これですね。これ XH データのラジオなんですよ。D の808とかご存知の方もおられると思いますけど、まあ私も持ってますけど、まあ8000円前後で安い時に買えるラジオですね。まあ日本の Amazon でも手に入りますけど、D220 っていうポケットラジオがあるんですよ。で、これはまあ AM、FM だけだと、まあ全く面白みがないんですけど、短波もあるんですね。で、まあその割にはまあ値段が1531円ということで、まあ先ほどのまあ1000円2000円の条件内にまあ一応当てはまってるんで、まあこれいいかなと。で、まあ XH データだし、まあ XH データというところがちょっと謎ではあるんですけどね。公式ページもないし、なんかそのね、D の808もまた別の名前でラジオがね、出てたりとか、ブランドなのか製造元なのかどちらでもないのかよく分かりませんけども、まあある程度使えるんじゃないかなというようなことで、まあこれを選んだと。で、まあカートに入れました。そうするとまあこういう画面になりますね。1531円の表示で、まあ、送料が300円かかるんですが、
1500円以上で送料無料になるんですね。だからこの300円はまあここで相殺されてると。にプラス、まあこれマイナス15円っていうのは、まあこのアリエクスプレス内でコインというものがあって、まあ毎日ちょっとね、ログインしてコインのページに行った、獲得すると、まあ溜まっていくんですけど、まあ他にもいろいろ貯める方法あるみたいなんですけどね。でそれがまあ10コイン使ってマイナス15円だと。いうことで、まあ結局1531円で送料が無料になって15円引かれるんで、まあ、1516円で買えるということになるんですね。あ、これはまあ15円ちょっと安く買えるなと思って、ここで購入手続きをしてしまいがちなんですけど、これ実は、私もね、最近ちょっと知ったんですけど、もっと安くする方法があるんですね。しかもそんなこうややこしい方法でもないんですよ。経路をちょっと変えるだけなんで、なんか別のアプリを使うとかね、そのポイントサイトを使うとか、そういうややこしい方法じゃないんですよ。このアプリの中だけのそのルートを変えるだけでできるんで、まあその話なんですけどね、まあ、そのまま買うと1516円です。で実際ね、これ私まあ注文したのがこれなんですけど、これですね、このラジオ1531円はまあ一緒なんですけど、この割引額見てください、612円も引くんですよ。これで送料はまあ1500円以上無料なんで、まあこれ横線入ってますけど無料になって、結果として919円で買えたんですよ。これもう注文終わってますけどね、まあ、まだ手元には届いてませんけど、に先ほどだと1516円でしたよね。でこれが919円なんで、差し引き597円も安く買えたということになるんですよ。これすごいでしょう。これ今まで気づいてなかったんで、私も普通に先ほどのこの画面から行ってたんですね。いやー、これかなり、これはもしかしたら損してたかもしれませんけど、まあそれはもう済んだことなんでいいんですけどね。安く買えたということです。まあ1000円切りですよ。AM、FM。まあこの FM は日本の周波数もいけます。海外仕様の87から上だけとか、そういうわけではないんで。日本仕様もいけますし、まあ3バンドですよね、が1000円切りですよね。これはちょっとなかなかないと思うんで、まあ、またリンクとかやり方とかはちょっとこれから話しますけども、まあ、597円、まあ、牛丼一杯は十分食べられますね。吉野家でも、498円とかそれぐらいですから、安く買えたということです。じゃあなぜこの612円の割引、先ほどの割引だとまあこれ15円だけなんですけど、612円にも増えたのかということなんですけど、そこへたどり着く手順ですね、それをちょっとお話しします。まずですね、これアリエクスプレスのそのアプリを、まあ、スマートフォンに入れる必要があります。これね、多分パソコンだとできないと思うんですよね。でアプリを立ち上げるとこの画面になるんですけど、まあ今セール中ですよね。ここにコインってあるんですね。ここのアプリのトップにあるこのコインをまあタップします。そうすると、まあ、こういう画面が出てくるんですけど、まずね、この画面の上の方で、毎日このコインをタップしてここに行くと、まあ、コインをこう獲得するみたいなことが出てるんですよ。でそれで、まあ画面上部の方で、まあ、とりあえずコインを貯めておくと、まあ、他にもいろいろね、条件を満たしていくと、なんかこう商品を15秒見るとかですね、まあとにかくそういうのでコイン貯められるんですけど、まあ、ややこしければここでまあコイン獲得するだけでも、取れます。
まあ、連続で獲得し続けると1日にね70コインぐらい取れるんで結構たまるんですよ。何か買う必要もないです。はい。で、この画面の下のとこに、ここですね、ディスカウントファインダーっていうのがあるんですよ。このオレンジ色のボタンですけど、これね、今までね、私これタップしてなかったんですよね、このディスカウントファインダーって。で、それをちょっとパッとタップしてみて、まあ今回たまたま気づいたんですけど、なんかのこの他のね、解説サイト見て知ったとかそういうわけではないんですよ。で、これをタップすると、こういう画面になるんですよね。で、ここにタブがあって、まあ、カートと履歴っていうのがあるので、ここに商品が並んでるんですよ。で、まあ、上にも検索窓あるんですけど、まあ、ここで探すこともできます。だから、カートもしくは履歴から進む、もしくはこの検索でもいいんですけど、とにかくそのコイン、そしてこのディスカウントファインダーのこの中にある商品から行きます。で、ここにね、見てください。さらに、まあ、これコインのマークだと思うんですけど、25%オフとかですね。まあこれ3%オフとかあるんですよ。で、ものによっては40%オフとかも結構あるんで、このコインの中のこの画面から行くと、先ほどの大きい、まあ、コインの割引が受けられると。まあもちろんコイン持ってることが前提ですけどね。で、こっからまあ気に入った商品を探してですね、カートというのは、普通にね、このコインを経ずに、まあ商品見てて気に入ったらカートに入れますよね。そこの商品を見るときはここなんですよ。カートに入ってて、かつそれがコインによってさらに安くなるものが表示されると。履歴というのは、カートに入れなくても、まあ単純にこう商品見てただけの履歴の商品でコインの割引が受けられるやつはここに入るんですよ。それがこのディスカウントファインダーですよね。まあ見つけるっていうことですから。そういう機能のボタンだったんですね。最近気づいたんですけど。で、ここからまあ、見ていくと、例えば先ほどのラジオを過去に見てると、まあ、つい先ほど見てたと。で、コインのページからまた行くと、この履歴のとこに出てきてると思うんですね。まあ、100%出るわけではないんですけど。で、そのラジオを選んで、まあ、注文のところに行くと、こういう画面が出てきます。1531円は一緒ですよね。割引がすごく増えてますよと。送料無料で、まあ、結果として1531円から612円を引いて919円ということで、まあ、今すぐ払いますとやると919円で買えてしまうということですね。だからコインを持ってて、それが適用できる商品であればすごく安く買えます。で、コインを持ってても、ここを経なければ、この1516円で終わっちゃうんですよ。コイン使ってくれてるんですけど、15円しか引いてないんですよね。これがちょっとわからないんですけど、あるんならここでも使ってくれよと思うんですけど、カートから行くと使ってくれないんですよ。これ、コインが足りないとかそういうことじゃないですよ。コインは私十分持ってるんですけど、こっちは10コインしか使ってくれずに、このディスカウントファインダーから行くと、コインをまあ、たくさん使って612円引いてくれると。まあ500いくらの差が出てくるということなんですよね。まあちょっとね、これトリッキーなページの作りというか、まあ、なぜこんなことにしてるのかよくわからないんですけど、要は気づいてない人は損をしてしまうということですよね、これ。まあ、今まで損をしてた人間には私はなるわけなんですけど。で、割引と合計を確認して、まあ、今支払いますとやると、まあ、
例えば登録してるクレジットカード、デビットカードとか、ペイパルとか、そういうので支払えるということですね。で、ちょっとこの振る舞いをいろいろ確かめてみたんですが、まあもちろんそのページによってこのクーポン適用される額は、その時のタイミングで結構変わります。なので、まあこれちょっと底値を測るの難しいんですけど、もうこの値段でいけるかと思ったら、もうパッといった方がいいかもしれません。そのまま置いとくと品切れになったりとか、あとその割引がこの621円が400円しか引かれないとか、そういうのも普通にあるんで、まあ行ける時に行くというのがいいと思います。で、あとですね、iOS と Android で、これなぜかわからないんですけど、割引額が異なるんですよ。ここが。この上の小計は、まあ、表に出してる値段ですから、それは変わらないんですよね。iOS と Android でそれは変わると、それはちょっとおかしい話なんで、そこは一緒なんですけど、ここがね、結構違うんですよ。数百円違うのもよくあることです。なので、まあ、両端末、まあ、iOS ですから、まあ、iPhone、まあ、iPad でもいいのかな。まあ、私は iPhone と Android 端末両方持ってるんで、両方でこう行くと値段が違うんですよ。だから両端末を持ってる場合は、まあ、両方で確認するといいでしょうね。まあそこまでやるかという話ですけどね。右手に Android、左手に iOS 持ってということになるんでしょうけど。で、どちらが安いとは言えないんですよ。これも私調べたんですけど、iOS の方が割引額が多い。まあ、つまり安いということですよね。まあ、iOS の値段がまあ小なり安いこともあれば、逆に iOS の方が割引額が小さくて、Android の方が安いこともあるんですよ。さらに iOS と Android が割引額が一緒で、まあ、つまりこう合計金額一緒のこともあります。だから必ず iOS が安いとか Android が安いとかいうわけではないので、まあどっちが安いか決まってればね、仮に iOS が安ければ、まあ、常に iPhone で見たらいいじゃないかという話になるんですけど、そうとも限らないんですよ。なのでね、これもちょっとよくわかんないんですけど、なんでその割引額が端末によって違うのか、まあなんかそのこう何かしらのシステム的な都合で Android と iOS を分けてるのか、その見た瞬間では違うんだけれども、まあどちらかのそのデータベースの反映が順序的に遅いから、まあこっちが安くなるとか、まあそれちょっとわからないんですけどね。ということです。まあつまりこう2つある場合は、まあ両方見とかないとダメだということですよね。まあ本来これは iOS も Android も同じにすべきだと思うんですけどね。まあその Apple への上納金とかね、よくあるじゃないですか。こうスマホアプリ経由で決済したら、アップルに上納金払わないといけないとか、ね、その割合とか、だから、アンドロイドで、なんか契約するのと、iOS で契約するんだったら、アンドロイドの方がなんか安いよみたいな、そういうのあると思うんですけど、まあ、これもそういう部類になるのか、ちょっとよくわからないんですけどね、まあ、iOS の方が高ければ、上納金が高ければ、値段が高いはずなんですけど、iOS の方が、商品代は安いことがあるので、ちょっとよくわかりません。はい。で、先ほどのラジオですね、612円引きにどれだけコインを使ったかというと、詳細クリックすると出てくるんですけど、ここですね、ここ612円引きの横のとこにこれ、矢印があるんですけど、ここをタップすると、どれだけコインを抵当したかというのが出てきます。だから612円引きはこの393コインで、得られましたよということですね。で、これコインは私もっと持ってるんで、この商品は
多分このコインが、まあこの画面表示した時点では多分マックスなんでしょうね。コインがこれで私が使ってゼロになったというわけではないので、まあ、かといってじゃあコイン全部投入してね、全額使ってじゃあ0円か1円で買えるかとかそういうわけではないんで、まあもちろん商品ごとによって決められてるんでしょうけど、私がこの商品を買った時は393コインを使って612円の割引でしたということですね。なのでまあそのコインで割引を受けようとすると、まあ日頃からこのコインをねちょっと貯めとく必要はあるということです。まあ1日に70コインは入りますから、まあ393コイン貯めるのもまあそれほど難しいことではないかなと思いますけど、はい。でこれ獲得したコインにはですね、あの期限が設定されてるんですね。で年末大晦日の12月31日までなんですよ、これは。にまでに使わないとダメですから、まあ正月に消えていくっていうことになりますね。まあこれはその履歴画面でまた見れるんですけど、ただねその年に獲得したやつを年末までに使わないと全部消えるわけではなくて、多分その前の年かな、だから獲得した翌年の年末に消えるとか、ちょっとそのあたりはっきりしませんけど、あのとにかく1月1日にはあのどんどん消えていっちゃうんで、まあ、ある程度コイン溜まってるような人であれば、で過去のそのね、こう期限で消えていったのを見て、まあちょっと消えていきそうであればもう使っていった方がいいと思いますね。もう今このセールも11月のね、終わりの方、まあ20日過ぎですけど、そうすると今年ももう1ヶ月とちょっとしかないので、このセール自体が12月の頭までですから、まあその後セール行われるのかもしれませんけど、まあもうちょっとねこの辺りで余りそうであれば使ってしまった方がいいかもしれないですね。まあコイン獲得するのにね、何かこうお金でコインを買ってるわけじゃないので、まあもうどん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 使っていった方がいいと思いますし、まあ別に使わないとこ意味ないですからね、そもそも現金にしてくれるわけでもありませんから。はい。ということで、まあこれまとめになりますけど、コインを使って、安く買う方法、まずコインを、まあ、貯めておきましょうということですね。だからセールはね、あの時々行われますけど、まあ、そのセールの前あたりから、まあ、貯めておくか、まあ、日々貯めておくかというので、コインを貯めておくと。であとはまあ商品を閲覧するなり、まあ、これは別にコインのページ通さなくてもいいですけど、にカートに入れるなどすると、まあ、とにかくまあ履歴とかカートとかに入れておくよと。でそこから商品閲覧をしてそのまま買うとか、カートから直接買うんじゃなくて、コインを経由して決済するということですね。ディスカウントファインダーです。そこへ行かないとコインがいくらあっても一部しか、本当一部しか使ってくれないんで、ここですね、ここを必ずやるということです。ただしですね、これもちょっと調べたんですけど、じゃあその過去に見た商品が全部そのコインのページの後に出てくるかとか、カートに入れたから全部出てくるかというと、そういうわけではないみたいです。ただし全ての商品がカートとか履歴に出現するとは限らないということで、まあこれもちょっとね、どういう出店側になったことがないのでわからないんですけど、まあ商品によって設定できるんですかね、店とか、商品とかで、まあそのこうコインのね、ファインダーに出すか出さないかとか、まあそういうオプションがあるのか、店側の負担なのか、
この運営のアリエク側の負担なのかとか、まあ、割合がどうたらとか、まあ、そういうのが多分あるんでしょうけど、全部が出るとは限らないということですね。まあでも結構出ますよ。ほとんどその対象外でダメじゃないかとかいうことはないと思います。あとですね、このまあ店が独自に配布してるクーポンもまあチェックしておく必要がありますね。それはまあその店のトップページに行って、まあフォローするなり、あとトップページにそのクーポンが独自に設定されてると、まあそれを獲得すると言うと、まあ条件がありますけどね、まあいくら以上買わないとダメというか、まあいくら以上買うと何円引きっていうのがありますから、まあそれも適用できたりしますんで、まあそれもチェックしておくという必要がありますね。はい。あとですね、まあこのブラックフライデーとか、まあこの間の独身の日セールとかなんですけど、このクーポンコードというのがあるんですね。まあここはちょっとそのごく一部表示してますけど、例えば3万3000以上買うと4700円オフとか、まあ2万2000円で3万1000円とか、まあこういうクーポンがあります。今コードがこうあるんですけど、ただまあもちろんですね、そのクーポンコードを使うにはカートに規定以上の商品を追加して決済する必要があります。まあね、3万3000円ですから、まあ例えばパソコン買うとかだったらまあ3万3000円超えるでしょうからね、この4万7000円オフ得られるでしょうけど、じゃあ先ほどのね、まあ1000円2000円のラジオで、じゃあクーポンっていうと額が小さいですから、他にも何か合わせて買わないと超えないんですよね。ということは、ここのクーポンコードがいくらあったとしても全部対象外で、何かこう必要のないものまで買わないとダメだということになってしまいます。まあ今回配られてるクーポンの中で一番その条件が有利なのは多分これだと思うんですよね。2900円以上注文で460円オフということですけど、まあラジオ1台じゃ2900円いかないとなってきますね。まあ1500円ちょっとでしたから、じゃあ2台買うのかとか、そういう話になっちゃうんで、まあこれも使えないやということになるんですが、先ほどのコイン経由して、まあ今支払いますっていう流れ話だと思うんですけど、そっちだと、その、もう商品単体で割引されるんですね。先ほどのやつはラジオ1台買っただけなんで、このまあ2900円注文して460円とかないんですけど、まあコインを使ってすごい大きい割引が得られたということなんで、まあこちらの、まあ要はクーポンコードに何か目が行きがちなんですけど、そっちの割引を狙って何かこういらないものを買ってね、割引を受けるよりかは、その一品だけで値引きされて、しかも割引が多い方が結果として得なんじゃないかということも結構ありますね。まあ今回の場合まさにそうかなと思うんですけど、まあ買いたいものがたくさんある人は、まあ、こちらの方が場合によってはね、まあ、7万9000円とかですから、まあ、高いノートパソコンを買うとかなら、まあ、1万2700円引き得られるんでしょうけど、まあ、少額となってくると、このコインを適用して、一品だけで受けた方が、結果として得になるかな、ということもあります。まあ、不要なものを買わずに済みますしね、組み合わせ何にしようかな、と。まあ、食べ物とか売ってませんからね、ここはアマゾンとは違うんで、まあそうするとこう、なかなかね、欲しいものないとか、それこないだ買ったよとかなってくると、まあ単品で行った方がいいかなという気がしますね。はい。あとですね、これもまあ今回
トップページに載ってるんですけど、ファミリーマートですね、まあ、日本のコンビニですけど、ここで2000円以上買うと400円オフっていう特典があるんですね。でこれが11月22日の17時からまあ12月の4日までやということで、書いてあります。でこれはまあ普通カード決済とかね、すると思うんですけど、まあ、クレジットデビットカードプリペイドカードとかコンビニへ行って、まあ、現金で支払う方法です。で通常これ手数料かかるんですね、まあ、ファミリーマートに払うのか店員さんに払うのか、まあ、人件費もかかりますから普通150円手数料かかるんですけど、今回これ400円オフなんですね。で手数料150円かかって400円引きということは、まあ、結果として250円引きになります。この期間だけですね。普通この400円引きないですから、まあ、単純に150円上乗せされるだけなんですけど、まあ、今回400引きますから250円お得ですよと。で400円引きはこれ1回のみの有効みたいですね。まあ、私これちょっと1回昨日かな、ちょっとファミリーマートで、まあ、いつもカード決済するんですけど、まあ、ちょっと1回やってみようということでファミリーマート行って、やって、その後もう1回適用できるかなと思ってやってみたらその選択がなくなってたんで、多分1回だけだと思います。ですからまあこれやったことがない人は、まあ、2000円以上ですからね、先ほどのラジオだと1500円ちょっとですからダメですけど、まあ、もうちょっと上級のラジオとかだったら、まあ、2000円超えた場合はこれが使えると思います。はい、具体的にはこんな感じですね。まあ、商品の、まあ、コイン経由でまあ安くなりますよって話しましたけど、お支払い方法というのが選べるんですね。で普通はまあこれ一番上のところにまあカード番号とかが書いてあって、まあこういうチェック入ってるんで、まあそれで行くんですけど、まあ他にはまあ新しいカード追加、まあペイパル、まああと iOS だったら Apple Pay とか、まあこういうのがありますけど、一番下コンビニ払いというのがあるんですよ。でこれ1回決済につき150円の手数料が発生しますとこう書いてますけど、その下これコンビニ、ファミリーマートでのお支払いは400円オフと、これ赤文字書いてありますね。これでまあ結局250円オフということで、まあここにチェックを入れて進めると OK ということです。でその時にコンビニ払いを今まで使ったことがない人、まあ私もそうだったんですけど、名前の登録と電話番号の入力と認証が求められます。これはアリエクで過去に注文してるから、まあ、名前も電話番号も登録してるんじゃないかということなんですけど、それを登録しててももう一度求められます。どうやら別扱いみたいですね、登録が。でここで登録した氏名と電話番号というのは、まあ、ファミリーマートに支払った後のレシートのとこにまあ表示されるということで、まあ、店員さんの目には触れるということになりますけどね、まあ、そのための、氏名とあと電話番号の認証ですから、ショートメッセージが来るんで、それで認証を受けるということです。そうするとこのコンビニ払いが、選べるようになります。はい、で、まあ、先ほど1回だけだと言いましたけど、ここなんですね。この赤い文字で書いてあれば、400円オフ、まあ、つまり250円引き受けられますけど、それで1回支払った後、また別の商品でコンビニ払いを選ぶことはできるんですけど、この赤い文字がなくなってるんですね。まあ、つまり150円の手数料発生するだけになってしまうんで、まあこの400円オフは多分1回しか使えないと思います。はい、選ぶことはできますけどね、まあ、それならまあカード払いの方が
ね、コンビニ行く必要ないですし、まあ、最近も寒なってきましたから、まあ、ここを選ぶ必要はないかなと思いますけど、まあ、人によってはやっぱりその、ね、ちょっと中国のサイトにクレジットカードを使うのはちょっと気持ち悪いなというような人は、まあ、例えばペイパルを通すとか、まあ、コンビニ払いだとカード情報を入れなくて済むんでね、まあ、こっちでやってる人も、まあ、多分おられるとは思いますけども。はい。で、まあ、ここでコンビニ払いにして進めるとどうなるかというと、こういう画面が出てきます。申請を受け付けました。支払いをお待ちしていますというので、まあ、コンビニ払いですから、お金はまだ支払ってないわけですね。で、コンビニ払いのここに数字が出てます。これ支払いコードです。これが発行されます。に金額はここに書いてあって、に登録した電話番号。で、有効期限があります。この支払いコードの。ここに期限出てますけど、23時間59分ということで、これ、申請した、コンビニ払い申請したすぐ後に撮ったスクリーンショットですけど、まあ、要は24時間ですから、1日ですね。1日以内に払わないといけないと。24時間以内ということです。ですから、まあ、これは、11月の23かな。土曜日に撮ったんで、この期限が24日になってるんですね。土曜日だから日曜日ですね、この24日は。その時間までに払ってくださいと。まあ、コンビニ24時間ね、やってるますから、まあ、好きな時に行ってくださいよということですけど、この番号を控えておいて、ファミリーマート行きます。まあ、ローソンとかセブンイレブンとかはダメです。で、注文確認後支払いコードが出ます。まあ、これを、まあ、メモしておきます。ファミリーマートへ行きます。で、マルチコピー機というのがあるんですね。まあ、見た目は普通のコピー機ですけど、他のね、サービスも提供できるというやつで、ATM 型の機械じゃないんで、まあ、コンビニでもよりますけど、ちょっとそれ気をつけてください。ATM 型のね、機械よく置いてますけど、それじゃなくてマルチコピー機でした、私のところは。で、そこへ行って、まあ、このコンビニ支払いの、この支払いコードの番号を入れます。で、あと、それ入れた後に、電話番号も入れたかな？まあ、登録した電話番号を入れます。はい。まあ、ここの電話番号は日本のプラス81なんで、その後ですから、先頭の0を飛ばして入れる人もいるかな。だから090だったら0を飛ばして90というのもありますけど、まあ、とにかく登録した電話番号入れたかな。で、まあ、それは指示が出てきますから。で、そうすると紙が出てきます、マルチコピー機から。で、その紙を持って、まあ、レジへ行って、で、まあ、対面店員さんに支払うということですね。支払うとレシートがもらえますよというので、まあ、それを持って帰ってくるということです。に支払うとすぐにアプリ上のステータスが変わって、まあ、支払い済みになります。それまではまあ支払い待ち状態で、この24時間以内に払わないと期限切れでキャンセルになるんですけど、払うとまあ処理終了ということです。ただしですね、コンビニで払えるのは現金かファミペイのみです。クレジットカードとか、まあ、あと QR コードとか、なんかペイペイとかありますね。まあ、そういうのは使えませんので、まあ、そのペイペイとかそういうので払うとポイントが手に入るんでしょうけど、まあ、それは得られないということです。まあ、それよりも、この250円引きの方が多分大きいと思うんですよね。まあ、ものによるのかもしれませんけど。まあ、だから、まあ、私も現金で払いましたけど。という形で、まあ、一回やってみたよということですね。はい。で、まあ、それで完了と。で、まあ、これファミマの話ですけど、ここですね。
このコイン割引ファインダー、こうですね、ここを通して、買った商品があるので、これまあ11月11日のセールで買ったやつかな、これですね。ATS20 のプラスですね。このマナ、なんて言うんでしょうね、これ。まあ、ラジオというか受信機と言った方がいいかな。ATS-20 の改良版で、まあ、USB Type-C 端子が追加されてたりとか、まあ、別動画ちょっと簡単なやつ上げてますけど、これも到着済みです。これがですね、3169円。だったんですが、まあ、そこからそのクーポンのページを減ると1008円引かれて、まあ、送料はこれ1500円以上なんで、まあ無料と、結果としてこれ2161円で買えました。まあこれも実際到着済みなんで、あの間違いないんですけど、だから約2200円ですね。だからその動画の、まあYouTube の動画のサムネイルも、まあ、2200円と、まあ、一応書いてますけど、まあ、実際もうちょっと安く買えたというのは、まあこういうことですね。今払いますというのでやりました。これはまあ、あのコンビニ払いは使ってないんで、まあこの金額ですけど、コンビニ払いだったら、あ、これも適用できましたね。2000円以上ですから、ここからさらに250円引くと、もう2000円切りますね。で、買おうと思ったら買えたということです。はい。この ATS-20 プラスっていうのは、これ数年前ですかね。4年。まあ、ATS-20 時代だと2020年とかそれぐらいですかね。コロナ云々の時期か。4年ぐらい前かな。4年、3年。流行ったラジオだと、まあ、受信機だと思うんですけど、まあ、当時の販売価格はちょっと分かんないんですけど、このそれが改良された ATS-20 プラスというのは、今 Amazon でもね、4000円、安くても4000円ぐらいだと思うんですよ。でそれがまあ2000円ちょっとで買えたとなると、まあ、これはかなりお得に買えたんじゃないかなとは思うんですけどね。このコインを通す方法でですよ。通さないとね、どうでしょう、まあ、引いても500円ぐらいだから、まあ500円ぐらい高くなるのかな。だから結構差が大きいですよね。このもう数千円レベルで500円とかなってくると結構変わるんで、必ずそのコインをちょっと通して見てみてください。このね、この到着済みはあの11月11日のセールですけど、このブラックフライデーのセールでも同じような値段で始まった直後に見た限りではあったはずですよ。はい。またちょっとリンク見つかれば貼っときますけど、そのリンクを飛んでそっから買うのではなく、飛んでページを見て履歴に残すかカートに入れた上でコインのところへ行って買ってください。金額は確認できますから、一旦コインのところ行かないとダメです。はい、ちょっとややこしいですけどね。でもう一つですね、まあこれも到着済みなんですけど、これね、まあこれクアンシェンっていうところの、まあ、トランシーバーなんですけど、まあこれご存知の方おられると思いますけど、海外のね有志が作られたファームウェアを当てて、まあ日本ではこれ送信しちゃダメですから、まあ、送信できないようにファームウェア書き換えて、要は受信機として使うと、まあ、エアーバンド聞いたりとかねするような用途で使えますけど、 FM ラジオも聞けます。はい、まあ、ただあの AM、まあ、中波放送ですね、まあ、それはちょっと周波数ここ範囲外なんでダメなんですけど、エアーバンド聞くにはこれでもう十分だと思います。はい、これも到着済みですけど、これ見てください。表示価格が1737円ですね。まあこれ自体も安いと思うんですよ。でそっからまあそのクーポンページを経由すると631円引かれて、
送料、まあこれ1500円以上ですから、まあ無料で、これなんと1100円ですよ。1100円。で、今払いますで、もうこれ到着しましたから、これはね、ちょっと最安レベルじゃないですか。どうでしょう、これ。まあ、このクアンシェンのこのシリーズって、結構ね、いろいろあるんですけど、まあ、私何台か持ってるんで、まあ別に買わなくてもいいんですけどね、今回もこれを。買わなくてもいい、よかったんですけど、いや、1100円じゃちょっとこれ、買ってしまうでしょう。いや、いらないと、まあ、言われるかもしれませんけど、いや、これバッテリーをね、搭載してるんですよ。リチウムイオン電池ですかね、本体の後ろに取り外し式の。で、まあ、今はまだいいですけど、ずっと使ってると、やっぱり劣化してきてダメになると思うんですよね。そうすると、まあ、電池を、まあ、その時に買い足すとかいうことになりますけど、まあ、その18650とか BL5C とか、そういう、ね、まあ、もちろん単三電池でもないですし、専用の電池なんで、まあ、その時にその専用の電池を、まあ、売ってるのは売ってるんですけど、多分ね、まあ、1500円とか2000円とかすると思うんですよ。まあそのあたりちょっと私ブログの方で調べて書いてあるんですけど、でもこれ本体込みで1100円なんで、これ電池目的だけでこれペイできますよね、この値段だったら。電池だけで1100円でも買いますよ。それがこの本体込みですよ。アンテナも充電台も、まあ、コンセントの先端は EU になってますけど、まあ、それはね、変換コネクタを使うか、まあ、自分でね、ケーブルだけ取り替えるか、できますから、1100円ですよ。いや、これはもう、行くでしょうというので、まあ、実際行って、まあ、到着しましたけど、まあ、ここまで下がるということですね。まあ、これはね、ちょっとその、ショーケー自体が安いんで、1700円ですから、この時点でも安いと思うんですよ。だいたいね、これ系のラジオ、まあ、このクアンシェンの、UV 系ですよね。まあ、だいたいどうでしょう。2500円とか、だいたいそんなもんだと思うんですよ。2500円。だからまあ、もともと安くはあるんですけど、それが1700円で出てて、さらにそのクーポン、ね、コインページを経由して下がって1000円ですからね。これはもう、買うしかないというので、まあ、とりあえず行ったんですけど、もう行くと思ったら行かないとダメですよ。もうこれ、行かないと、こっちのね、まあ、標準の販売価格が上がったりとか、あと、ここですね、割引が、減ったりとか、コインがあってもですよ、するんで、もうこの価格で、行くと思ったらもう即支払わないとダメです。もう30分後には変わってることもあるんで、品切れになることもありますしね。やっぱりそういうのちょっとみんな見てるのかどうなのか分かりませんけど。まあ今回ね、ここに到着済みって書いたのは、まあこれとこれだけですけど、他にもね、このコインを通して買うとすごい安くなったとかいうのがあるんですよ。ね。それはまあちょっとここでは全部言いませんけども、これはちょっと一回皆さん試してみてください。で、まあ他ね、ちょっと気になったラジオを上げとくと、これもね、ちょっと気になってはいるんですよ。
ポケット式のラジオですね。でこれ TG66 とか77とかそういう型式がついてるんですけど、これ FM、AM とあと短波もいけるんですね。まあ3バンドなんですけど、まあ冒頭でお話ししたように、まあなんかラジオ買いたいけど、じゃあ5000円とか1万円のラジオはなあ、まあ別にいらないなあと言うと、まあ1000円1500円レベルだと思うんですけど、まあそういうところにちょっと当てはまってるんですね。でこの画面はカートの画面ですから、カートの時点でもうこういう値段ですね。1000円、900円ですから、まあこれを先ほどこう話したコイン経由にすると、まあどこまで下がるのかなというのもちょっとまあ見たらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ1500円以上じゃないと送料かかりますけど、300円かかりますけど、まあ300円分そのコインで値引きされたとすれば、まあ送料無料ということになりますからね、結果的に。じゃあもう1000円以下で買えたじゃないかとかいうこともありますし、まあ他に欲しいものがあればこのカートに入れておいて、まあいくつか選んで、先ほどのクーポンですね、まあこれを適用させるという方法もありますけど、まあいろいろこう試してみるといいかなと。あとね、まあちょっと値段上になるとここかな。これはヨレックですね。まあこれ日本のアマゾンでもこのメーカー見たかもしれませんけど、これは AM、FM、まあ短波かなのラジオですね。まあ価格的にはまあ1000円、まあこのあたりが1000円として、まあちょっと1500円に近づいたかなというところですけど、これもカートに入れた状態で1337円だから、まあこのまま、これを買うんじゃなくてコインを通すといくらになるかとか、まあもしくはこの他のラジオと組み合わせてクーポンを適用させた方がいいのかとか、まあそういう方法もありますね。はい、まあここまでですね、今回は。まあラジオそのものの話というよりも、まあこういう方法で買って値段を下げて、まあさらに、ファミリーマートでも下げられますよという話ですね。はい、まあラジオについてはちょっとまた別の動画で出すか、ちょっと考えますけども、まあやっぱりあれですね、 AM、FM だけじゃなくて、まあ短波もちょっと欲しいかなと。それでいて、まあ5000円とか1万円のラジオはまあいらないというか、もうすでに持ってますからね、 D808 もありますしとなってくると、まあ1000円、1500円だけれども、普通の AM、FM だけだったら別にいらないやとなってくると、まあ短波含むと、まあこのあたりかなというところですね。はい、まあちょっといろいろ試してみてください。これまだ日にちはね結構あるんで、2024年の12月の4日までですね。で日本時間で16時59分ですから、まだ結構あるんで、まあ独身の日セールは終わったんですけど、まあそこでも私いっぱい買って、今どんどん物が届いた、もしくはまあ配送中になってるところなんですけど、まあそれと同じような値段でまだまだ買えるっていうことが結構あるんで、まあその独身の日セールでちょっと買い逃したとかいう人もまたちょっと見てみたらいいかなと思います。はい、以上です。